はい、ということで2週連続オーダーグラブ紹介のコーナー、パンパンパン。前回は、ウィルソン、スーパースキンウィルソン87型を紹介させていただきましたが、今回はこちらのグラブ、届きましたんで紹介していきたいと思います。中身なんですけど、最近いろんな YouTuber さんが使ってるメーカーあると思うんですけど、わかりますか？わかります。どこやねいや、なんかどっちがボケた方がいいんかちゃんと言った方がいいか分かれへん、振りが悪い。はい、そうです。企業なんですけど、今回実はね、こっそり私の方でもオーダーをさせていただいて届きましたんで紹介していきたいと思います。はい、いろんな YouTuber さんがディオを紹介しているんですけど、ちょっとそのいろんな YouTuber さんが紹介しているものとは違うシリーズのディオっていうのを今回届きましたんで、お届けしていきたいと思います。はい、ということで今回私がオーダーしたのがこちらになります。ディオの低価格帯オーダー、ピッチャー用のグローブになります。ディオのイメージってジテルレザーの革を使っていてっていうイメージが強いと思うんですけど、こっちは 23,000 円からオーダーできる、低価格帯のシリーズで今回オーダーグラブ作ってもらいました。本体カラーキャメルのベースと蹴り革が青という感じで、いろんな、ね、要望を聞いてもらって作ったグラブなので、その点を抑えながら紹介していきたいと思います。まずこだわった点1個目としては、この親指の刺繍、これ僕のインスタグラムのアイコンになってるリングラバーをデータを送ってね、ちょっと直接っていう形で刺繍してもらいました。かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。意外と大きめに入ってかっこいいこれ鎖決まっちゃうんじゃない。え、かっこいい。でこの刺繍がまあこだわった点ですね。でウェブがちょっと流行ってたじゃないですか、伊藤博美選手とかの影響で、うん、2ピースがかっこいい流行ってて、でその2ピース採用してっていう感じでウェブは選択してます。で型的には横型、こう使う横型ですね、の型を今回使ってもらって、この土手なんですけど、はい、これ水野でいうと MT ヒンジ、縦横閉じっていう、はい、両方やつを今回ちょっと作ってもらって、再現してもらって作ってます。このラベルも青、せっかくこっちがヘリとか紐とかを使ってるんで青合わせてもらって、中にもディオ入ってるんですよ。へー。みんなこことかに入ってるやつ違う書体のディオじゃないですか、うん、でも僕アイコンの方こっちのディオを入れてもらって、やってもらいました。であと機能面でもう一個すごいこだわったところがあって、この芯材なんですけど、はい、この芯材をできる限り薄く固くっていう要望をさせていただいて、全体の重量をもうできる限り軽くしてくれっていう要望をさせてもらいました。なので結構軽量感がすごくあるグラブ、結構大きめなんですけど、うんうん、大きいな、軽量感がすごくあるグラブです、はい、であともう一個、この中指カバー、通常だとここについてるんですけど、うん、結構僕指がこっちに行くんですよね、はいはい、この普通の人こっちとかこっちとか行くと思うんですけど、こっち寄りで、なのでちょっと指カバーをずらしてもらって、こっちに入るようにしてもらってます。こういうの対応してくれるんかな、オーダーで。そうなんです。この低価格帯のオーダーっていうのがすごい融通が効くというか、その希望したことを結構実現してくれるメーカーさんなので、その点は本当に素晴らしいところだと思ってます。なので今回このこだわりが、まあ、できる限り要望を、まあね、結構めんどくさい客って思われてるかもしれないんですけど、要望、結構めんどくさい要望を聞いていただいて作成したグラブになります。で、まあ、気になるところ革質だと思うんですけど、まあまあ、個人的に正直なのは値段相応かなっていう感じの革質ではある。あと作りもそうですね、まあ、片付け前ので何とも言えない部分であるんですけど、これ片付けしてみてどうなるかっていうのをね、また撮っていきたいと思うので、こちらも合わせてみていただけたらなというふうに思います。ということなんで、早速このグラブ、まあ、横型なんでシンプルにこっちで閉じれるように片付けて、また片付け後どうなったかっていうのをお見せしていきたいと思います。ということで片付けをしてきたんですけども、今回は湯もみで片付けをさせていただきました。仕上がったグラブがこちらになります。最初の形と比べるとかなり変化がありました。今回の片付けでは、型をつけるというよりも型を整えるということを意識して片付けをしております。最初の状態と比べると、型のこれ途中の段階なんですけど、ビフォーアフターがこれほど、変わっております。補給面の浮きもね、かなり改善して、今は、かなり綺麗な状態で仕上げることができました。型紙がね、結構横型の型だったので、もうそのまま素直に片付けする形でこのような仕上がりになってます。個人的に固めが好きということもあって、固めに仕上げています。低価格帯のグローブ、まあ、片付けまでねさせていただいた感想なんですけど、
結構湯もみで、化けるタイプのグラブだなっていう印象をまずは受けました。最初の状態だとちょっと補給面に浮きがあったりだとか、ちょっと形がね決まってなかったりだとか、最初の形から湯もみをすることでかなり綺麗な状態まで持っていけるということで、湯もみで化けるタイプのグラブに入るかなというふうに思います。まあ、この革質に関してなんですけど、まあ、一応これはね軟式と亜硬式軟式兼用という形で、販売はされているものなんですけども、個人的には軟式のプレイヤーにお勧めしたいかなというふうに思います。結構軽量感もありながら軟式球に結構合いそうな革質というか、めちゃくちゃ張りがあるわけでもなくて、適度な張りというか、軟式ボール M 級でもね弾かないような革質をしているかなというふうに思うので、色によっても変わってくると思うんですけど、個人的には軟式のプレイヤーにお勧めしたいかなというふうに思います。今回このオーダーはですね、かなり無理を引いていただいて、本当に自分の理想の、グラブっていうか、本当にたくさんの要望をさせていただいて完成したグラブですので、今後これを使わせていただいてちょっと頑張っていこうかなというふうに思っております。リオさん本当にありがとうございます。この低価格帯のオーダーなんですけども、23,000円からオーダーできるそうですので、僕個人としてはぜひ軟式のね草野球の方々使っていただきたいなというふうに思います。ぜひ、リオさんのインスタグラムなどで、ご連絡してみてください。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。